はい、どうも、ユッキーの喫煙動画始めていきまーす。今回は、フランドリアのブラック。黒タバコ。ね、初めて吸います。フランドリアのね、こちらが 25g 入りで、結構安かった気がしますね。うん。600円ぐらいじゃないの。うん。これスモーキングのペーパーじゃん。スモーキングのグリーンが、付属してました。こう、スモーキングのグリーンは吸ったことないな。まあいいや。あー、なんか、あれだな。手触りが、すげえ細けえな。すげえなんか細け。細い。これ、普通の手巻きタバコと違ってすっげえ細いな、これ。なんか、すげえ。なんていうか、細い。なんか糸くずみたいな感じじゃないですか。それが、手巻きタバコってこう糸くずみたいな感じなんだけど。その糸くずがすっげえ細い。普通の手巻きタバコ違います。まあそんなのはどうでもいいんだよ。問題味だから。今回はもうこちら、レーベルのチェノ付属の紙、巻き紙使います。はい。それでは吸っていきましょう。なんか甘い香り？いや、甘いっていうか、なんつうかな。なんかね、吸ってる時にね、もう、ここの唇で、ほんのかな甘みみたいなのが、感じるんですよ。吸ってる時点で。これも結構、重めですね。重めなタバコ。ほのかな酸味、甘みと酸味みたいな感じですかね。うん。それが感じますね。ほのかな甘さと酸味の混ざったような、味がします。
これも普通に、まあ、美味しいんじゃないですかね、これも。結構濃厚な、結構重厚な重厚なこう煙が出ますね。鼻から出すとすげえ、おおって、重厚なこの、なんていうか、重みのある。これは結構、重いですよ、これは。そこそこに。ハーフスワレー、ドラムと一緒かな？一緒ぐらいの重さ。割かし重いっすね、これね。ただ思ってたより、あれ割と黒タバコってどんなもんなんだろうって、吸ってみたけど、意外と割かし、そんなに特殊な味わいは全然しないですね。特にどう味を表現したらいいのかわかんないけど。まあ酸味は結構、バージニアには劣るけど、まあそこそこ酸味のある味。昔バージニアの、ゴールデンバージニアとか吸ったことあるけど、すげえ酸味が強いんだよね。酸味がね。ものすごい酸味なんですよね。あれの半分ぐらいじゃないですかね。酸味がね。ちょこっと感じますけど。ああ。やっぱ喉を、排気扇すると、喉がこう、カーッとなる、ので、そこそこやっぱ重いですね。まあでもドラム吸った時はそんなに全然酸味は感じなかったんで ドラムよかはやっぱり酸味のある。だから酸味がちょっと好きな人はね、ゴールデンバージニアとかの方が絶対酸味が強いんですけど、これもそこそこ酸味はするんで。あとなんか、ちょっと甘みもあるような、タバコの甘みがあるような、あれですね。風味がしますけど。まあ、割かし美味しいとは思います。ただ、なんかいまいちパッとしないっつう味ではありますね。まあ、これ三つ星かな。ということで、ご視聴ありがとうございました。